宣伝版か。ワンファーということで、マコルート3回目やっていきましょう。チャプターは4-1、前回と同じだよね。お疲れですよね、マコさん。いやー、前回は、マサオミくんのマシンガン褒め殺しがすごかったね。もう、軽くナンパしみたいな感じだったもんね。なんか、恋彼女できるできる、だって可愛いもんみたいな。それさ、いや、いくらこうね、戦友というか、まあちょっと仲良くなったとしてもさ、なかなか言えないよな。いや、すごいなと思いながら、はい。まあじゃあ見ていこうかなと思うんですけど、なんかこの本棚、そういえば、まあどこまでなのかわかんないけども、ここまでなのかな。結構この背表紙が少女漫画らしいです。こんなにあるんだと思って。どこまでなんだろうね。下のこれはさすがに違うよね。だからこの上の方なのかな。じゃあ見ていきましょう。全然集中できない。漫画、読んでいられない。あ、そっか、漫画読んでたのか。さっきからページをめくるだけで内容が全然頭に入ってこない。いやー、前回も言ったんだけど、この部屋の感じいいよなー。でも本当に少女漫画好きなんだね。こんなびっしりあるよね。下までだったらすごいけどな。まさか、可愛いと言われるだなんて。本当、ドキドキしすぎて死んじゃうかと思った。不意打ちは勘弁してほしいですね。いや、まあ不意打ちじゃなくてもきっと私はドキドキしっぱなしなんでしょうけど。可愛い、魅力的って、今までに近しい人には言われたことはあった。まあでも今回とはちょっとパターン違うだろうな。例えば制服に初めて袖を通した時なんかの特別な時。まあそれは言うよね。街の人とか、おー可愛いじゃないみたいな。でも、今日はそんな特別な時じゃなく、アリツさんが私に対して可愛いって、しかも同年代のね、男子から。あ、可愛い可愛い、もう彼氏なんてすぐできるみたいな。少女漫画でも、殿方が可愛いって褒めることは、よくあること、よくあること。あ、そうなの？少女漫画の殿方、怖えな。やり手じゃん、みんな。そう。だから別に特別なことじゃない。特別なことなんだけどね。単純に私が殿方に慣れてないんだけ。よくある、キュンとは違いました。おう。そう。淡い色のトーンを使って、謎の丸いふわふわした感情を出したり、謎の五角形でキラキラした感じを出すのが、キュン。その、あ、なるほどね。その漫画の表現ね。それに比べて、ドキドキには黒ベタで集中線を使うのが基本。うん。今日の私は集中線っぽかった。間違いない。お気に入りボイスですよ。いや、なんかその、自分の感情の整理の仕方面白すぎない？漫画の方ではこういう表現だったから、自分の今の感情はこんな集中線っぽいや、みたいな。はい。落ち着けてよかった。危うく勘違いしてしまうところでしたよ。でも、人生で一番ドキドキしたかも。今まで私が感じたドキドキは、大抵訓練で失敗しそうになったり、たたり神と遭遇した時。命の危険と同じぐらいのドキドキなの？いわゆる、命の危機に面した時だったから、こんな風に他の人に、あ、男の人に褒められるなんて。勘違いしちゃダメ。そんなわけない、そんなわけない。私が恋なんて。お風呂に入って一度頭と気持ちをリセットしよう。おお、いや、結構マコさん来てんだな。結構来てるんだね。お、宣伝版か。これ犬なんだこれ。犬かな、わかんないけど、まあいいや。今日も巫女姫様のお弁当は美味しそうですね。お、チャプター4-2に入りましたね。マコがいつも手を抜かずに頑張ってくれてますから。では、美味しそうは違いますね。美味しいに決まっておりますよ。美味しいに決まってるよ。嫁にしたい。そっか。レナちゃんの言う通りだね。マコは料理が上手でありますからね。てかさ、もうなるみさんこういうので結構もうサブレギュラーみたいな感じになってるよね。女子枠というか。ありがとうございます。毎日本当にありがとう、マコ。好きでやっていることです。
美味しいと言ってもらえるだけで私は十分ですよ。にっこりと笑う日立さんはいつものようにみんなと一緒に弁当を食べていた。ん？おう。どうした？女子の方を見つめたりして。朝海？あんな褒めちぎってたけど、なんだかんだ気にしちゃってるみたいな。いやー、ちょっと気になることが。なになに？もしかして下着が見えたりする？あのさ、なんか典型的な、その男の会話みたいな感じで、そういう下ネタバンバン言うみたいなさ、くだりあるけど、そんななかなか言わねえぞ。なかなか言わねえからな、こういうの。うわ、最低だな、お前。うわぁ、うわぁ、本当に見えてる。マジかよ。どこだよ、どの角度。釣られたな。これなんだっけ、これなんて読むんだっけ。ただよし、これなんて読むんだっけ。釣られたな、お前。お前、人のこと言えないだろ。あ、くそ、測ったな。性欲には勝てない。にぎやかだな。もうちょっと声を落とさないと女子にまで聞こえるぞ。お前は意外と反応しないんだな。教室内での立場が割とギリギリだから。なるほど。反応してたらもっと立場がやばいことになると。それにまあ下着に興味がないわけじゃないけど、やっぱり布より体の方がいいな、俺は。だろうな。前から予想はしてたんだけど、こいつ経験があり上がるな。だろうな。もう話しぶりに余裕があるもんね。なんだろう、この敗北感。俺なんて彼女も作ったことないのに。これだからクラマは。手癖は悪いくせに妙に大人ぶってるところがありやがるからな。あ、この二人はなんか俺と同じ匂いがする。いや、そっち側に行っちゃダメだぞ、お前は。これからまあちょっといい、いや悪い意味じゃなくていい意味でクラマレンタロー側に行くんだからな。これはきっと童貞の匂いだ、仲間よ。なんだ。こんなイケメンからさ、仲間よって言われたらさ、これ今顔見えてないけどさ、こいつらもちょっとビビるような。え、どうした、急にどうした。だよな。いや、深くは気にするな。ね、なんで見てたんだ。日立さんのことなんだけど、どう思う。おっと、こいつはいきなりだな。アリチがそんなことを話題にするなんて珍しい。ああ、まあ今までね、そういう話題自分から振ってこなかったもんね。確かに。おやおや、もしかして好きになったのか。お、そういうことじゃなくて、日立さんって世間一般的に見て可愛いよな。そんじょそこらにはいないぐらいに可愛いな。そりゃそうだな。だな、巫女姫様に日立さん、レナさんもそうだし、考えてみると随分レベル高いな、この空間。うん、もうちょっと吸っておこう。それあの女子どもに見られてたら一気にお前の立場が危うくなるぞ。お前意外に気持ち悪いな。うん、この前ちょっと恋愛について話すことがあったんだけど、告白されたことがないっていうから、どうも俺には日立さんがモテない理由がわからない。可愛いって認めてるのに。ああ、それか。お？友竹さんの場合は立場もあるから理解できるけど、日立さんの場合はなんでだ。そりゃ可愛いとは思うし、性格も悪いと思ったことはないけど。うん。日立さんっていつも巫女姫様のお世話をしてるだろう。朝昼晩平日休日関係なくな。ああ、そっか。忙しいからそういうで気使っちゃうってことね。まあでもそうだよね。そうだな。考えてみろ、告白してもし仮に OK してもらえたとしてもだ、デートしてる暇もなさそうだと思わないか。まあな。しかも相手は巫女姫様だ、そんなのやめてこっちを優先にとも言えんだろう。昔は何度か遊びに誘ったこともあったんだけどな、一度も乗ってきたことがない。あ、そうなんだ。まあそれは巫女姫様も同じなんだけど。遊び誘ったんだね。まあでもそうだよね、忙しいもんな。子供の頃からずっとそういう姿を見てきてるから、みんな自然と諦めてるんだ。気取ってるとか思ってるわけじゃないけどな、やっぱり距離があるんだよ。確かに実際早朝から夜までずっと友竹家の手伝いをしてるもんな。その忙しさについては恩恵に預かっている俺の方がよく知っている。それに
すぐそばに真面目に呪いを解こうと頑張る友武さんがいるんだ。彼女を放り出して恋にうつつを抜かすこともできなかったはずだ。まあ余裕がなかったっていうのもあるし、まあでもね、それが逆にね、憧れを強めちゃったというね。それで少女漫画の方に行ってしまったみたいな。大体こう引きこもってる人がさ、こう憧れてみたいなパターンとかは結構あったりするかもしれないけど、ねえ、こういろいろアクティブにこう、まこさん動いてる方じゃん。でも逆にね、逆にそっち行っちゃったっていうね。状況が。友武さん中心に考えて、それ以外は二の次。突き放しているわけではないけれど、相手が距離を感じたとしても仕方ないというわけか。そっか、なるほどな。本人も知らぬ間に相手を振っていたということだったのか。大変だよな、日立家も。代々巫女姫様のところにお勤めしてるんだろう。ねえ。でもなんであそこだけそんな風習がずっと残ってるんだ。もうだからそれが前から気になってんのよ。巫女姫様といえども今は普通の神社の娘だろう。日立家は重臣で昔の慣例が残ってるんじゃないのか。それは違うと思うぞ。俺小学校の頃に調べたから。おお。ほら、自分たちの町の歴史を知ろうって班に分かれて調べるやつ昔やっただろ。あー、いいね。あるんだよねやっぱね、そういうのどこの小学校もあるよね大抵。まあ中学校もあるのか分かんないけど、その自分たちのその周囲のボランティアとかもそうだし、なんか周りのねことを知ろうみたいな。あー、あったあった、宿場について調べてたわ。おお。俺の班は自分たちの先祖家系について調べたんだよすごいなよく、まあ先祖ね、まあ確かにおじいちゃんおばあちゃんとか、まあもっと上のね人の話とか気になるか。重臣は鞍馬家とか民家で、調べる限り日立家のことは載ってなかった。へえ。タミヤって俺んち昔は重臣だったのか、初めて知った。おお。じゃあ頑張れよ、これからどうなるか分かんねえけど鞍馬家ってうちか。まあじいちゃんを見てると納得かもな。うん。でも日立家って忍びの家系だろ。簡単に調べられる資料に載ってないだけで、実際には当時から重臣扱いだったんじゃないのか。あー、そういうのでもう分かんなかった。そういう可能性も確かにあるな。そういうことは全然考えたことなかったな。日立さんが友武さんに仕えている理由か。いくら忍びでも重臣扱いだったら多少なりとも資料が残っていても不思議じゃない。他にも気になるのは日立さんの家、場所や周りの環境的にも重臣の扱いとしてはややおざなりではないだろうか。何なんだろうね。なんか謎だよね本当に。ああ、それはさすがに大げさですよ。どうした？そんなことはありません。私は常々思っていたのです。なんかこっちの話聞いてってみたいな話だ、流れかなと思ったら、そうか、こっちのね女子の方な。マコは良いお嫁さんになります。むしろ私の嫁に欲しいぐらいです。うん。確かにマコは家事も完璧でいいお嫁さんになれると思います。そんなに言われると照れてしまいますね明るく笑う日立さん。俺日立さんのことを何も知らないんだな。お、知りたい？もっと知りたいか。まあでも気になるよな、あんなちょっと意味深な感じになるのが。やっぱり日立さんはモテるよ。日立さんを送る道すが道すがらまだやってんのか。ふと昼間のことを思い出して彼女にそう告げてみた。はい、何でしょうか。あのまこさん、あのちょっとそれをしまっていただけると助かるんですけどその構えやめてもらえると。あ、ごめんなさい。お願いですから区内を構えないで。視察は嫌だ。前に可愛いと褒めたことで警戒しているのか、即座に鋭い視線を向けられてしまった。で、何です？いや、昼に蓮太郎たちと話したんだ。俺は可愛いと思ってるのにどうしてモテないのかってでも正直に話すところがでもいいとこだよね、正臣くん。いや、話したんだよ、みたいな。ほら、
もしみんながそう思っていないなら、自分の美的感覚がおかしいってことになるでしょ。人と違うかどうかって結構気になるからさ。それはまあ、確かに気になるものですね。理解してもらえてよかった。なんとか視察は免れたっぽいぞ。で、聞いてみたら、友武さんのことで忙しそうで、迷惑になるだろうから、だってさ。みんな遠慮してるみたいだった。でも、俺と同じで可愛いって魅力的だって言っていたよ。ああ、そうだったんですか。疑うまでもなく可愛いとは思ってたんだけど、みんなも同じで安心できた。ああ、すっきりした。なら、そこで止めておいてください。教えられても困ります。本当だよね。もうどんだけ教えるんだと。もう告白やん、それと。わざわざ伝えるなんて。やっぱり私のことからかおうとしてるんじゃないですか。確かにちょっとしつこかったかもしれない。それは謝るよ。ちょっとじゃないな。でも俺の言葉を適当なお世辞だとは思ってほしくなくて、もし本当に恋がしたいと思ってるのならそんなに怖がらなくてもいいんじゃないかと思ったんだ。ありがとうございます。私のざれ言をこんなにも真面目に考えてくださって。でもやっぱり私はダメですよ。ダメ？マジ？ダメってなんで？皆さんの言われる通り、私は吉野様のお世話を優先させると思います。呪いはもうないんだから、もう少し自分のために時間を使ってもいいんじゃないの？お世話になってる俺が言うのもあれなのだが。まあな。俺の知る限り、日立さんの生活には自由な時間がほとんどない。まあ夜寝る時ぐらい帰って。ねえ、それ以外はもう、友武家の仕事、学校だもんね。自分のために使う時間ですか。そう言った日立さんが、ゆっくりと視線を空に向けて、ちょっと考え込む。なんだかピンときませんね。吉野様のお世話をさせていただく方がしっくりきます。ええ。まあ、そういうものかもしれないけど。こっちに来た当初は俺も自分がこんなにここの生活に馴染めるとは思っていなかった。まあなんていうのかな、もう里に郷に、いや郷関係ねえか。そのまあそこに馴染むってことよね。ずっと住んでたら経験したことのないことをリアルに考えるなんて普通は難しい。それに比べて日立さんの幸せな日常はリアルに思い描くことができる。まあでもそれって客観的な幸せだからな。まこさんにとっての幸せはまこさんにしかわかんないというか。朝から晩まで炊事洗濯、それを休むこともなく毎日。でもそれがさ、すごい好きでやってますみたいな人もまあいるわけじゃん。まあ中にはね、もうなんかもうすげえ掃除が好きでみたいな、なんかね、飯作るのめっちゃ大好きでもう全然苦になりませんみたいな人もいるし、洗濯が好きは聞いたことないけど、彼女にとってはすべきことのある穏やかな日々、新しい料理にチャレンジすることを楽しむ、たまには隅々まで掃除して取れたホコリを見て達成感を得る、洗濯物の干し方がとても綺麗でバランスが取れていて満足する、そして一日の疲れをお風呂で落として布団に入り翌日の家事に備えてぐっすり眠る、そんな穏やかな日々を繰り返して。いやダメだろそれ。ダメなの？どうしたん、いきなりそんな大きな声で。あ、びっくりした。文字でかかったな。急にどうしたんです？ダメって一体何が？日立さんのことだよ。安心できる日々といえば聞こえはいいが、そんな日々ではダメだ。ダメか。日立さんの感じる幸せは全て彼女の満足や達成感であり、一人で完結してしまっている。あー、いや、家事をすることや変わり映えしないのがいけないわけじゃない。選んでそうしているのならそれでもいいと思う。あー、確かに。まあどうなんだろうね。でも日立さんの場合はそもそも知らないんだ。あ、そっか。まあそのなんていうのかな、東大元暮らしじゃない、なんていうの、井の中の蛙、大会を知らずじゃないけど、なんかそういう感じになってるんじゃないかと。
子供の頃から訓練や家事の練習で友達と遊びに行くこともなかった。日立さんは家事では得られない楽しみや自分だけで完結しない幸せをまず知るべきだ。もっといろいろ楽しもうよ。はい、そうですね。では明日はちょっと新しい料理に挑戦してみたいと。おう、だからそういうことじゃなくて。あ、はあ。料理や掃除で得る満足感じゃなくて、もっと今までとは違う楽しみ方をしようよ。そんなことを突然言われましても。まあね。ほら、明日は学院も休みなんだから、たまにはゆっくりしてもいいと思うんだ。ですが急に休んだりしたら吉野様にも安春様にも迷惑をおかけしてしまいます。分かった。分かってもらえましたか。この分かったは逆の方だな。じゃあ友武さんと安春さんは俺が説得する。全然分かってくれてない。大丈夫、ここは俺に任せておいて。こういう時のアリチさんって結構強引ですよね。いやでもこういう時の強引さ、主人公属性が逆にそのマコさんルートはいいんだろうな。わかりました。うん、どうせきっと吉野様も安春様も同意されないと思いますから。まあ同意するだろうな、この流れは。この流れはね、もう完全にフラグだからな。宣伝番か。宣伝番か。それはとてもいい考えですね。めっちゃ肯定、めっちゃ肯定するやん。チャプター4の3に入ったね。もう結構サクサクだな。うん、正臣くんの言う通りだ。うん、マコくんにも自分の時間が必要だ。だよね。そんな。ごめんなさいマコ、私全然そういうことを考えていなくて。いえ、私としてはむしろ毎日働いていたいのですが。おう、ダメよそんなの。今までずっとマコに頼ってばっかりで、そのことを気にする余裕もなくて。あーでもあれだよね、こういう時にさ休んだら逆にこう病んじゃう。まあワーカホリックじゃないけどさね、ちょっと気になっちゃって休んじゃうみたいな。あ、じゃあ気になっちゃって病んじゃうみたいな、なんかそういうことになる人もいるからな。マコさんそっちのタイプかもしれないね。その気持ちだけで私には十分ですから。ダメだよ、ちゃんと休まないと。アリチさんの言う通りです。ずっと甘えてきた私が言える立場でないことは承知しているけれど、私のことはどうぞお気になさらず。でもこのままじゃダメだと思う。それはマコのこともそうだし、私自身のことも。私も多少なりとも身の回りのことぐらいできるようにならないといけないと思う。おう、そうだね。そうだね。吉野も将来に向けて基本的なことぐらいはできるようになった方がいいと思うからね。なんて家事ができない僕が言うのもあれだけどね。あれ、朝家事できないんですか？なんか掃除とかでね、バサバサ履いてたりとか、まあ、あ、じゃあそれ別ルートか。まああれかもしれないけど、まあそういうのもねやってたり、まあいろいろやってたりするけど、そっか、まあ炊事洗濯とかできないのか。呪いは解けたんだから、これからはもっと将来に目を向けるべきだよ。そのための一歩だ。だからこれはマコ君のためでもあるし、吉野のためでもある。お父さんの言う通りだと思う。だからマコ、今日はゆっくり休んでほしい。急には無理かもしれないけど、少しずつでも変えていかなくちゃね。今日は私が夕食を作るから、それをみんなで一緒に食べましょう。と言っても料理はしたことがないから不安に思うかもしれないけれど。いえそんなことは。そこまで言われてしまうとは。分かりましたと返事をするしかないじゃないですか。おお、折れてくれたか。いやでもどうなるんだろう、仕事してないマコさん。それでいいの。それではお言葉に甘えてゆっくりさせていただきます。めちゃめちゃ少女漫画見そうだけど。どうなんだろう。こうして日立さんの休日がプレゼントされた。いいね。のだが、だが少しの洗剤でこんなにたくさんのお皿が洗えるんですね。
洗ったら貸して、俺が拭くから。はい、よろしくお願いします。そうそう、あー、おろおろ大丈夫ですか？もし落としたりしたら割れて怪我をするかも。大丈夫だから休んでて。なんかまこさんがこうあたふたしてると、お、この汚れがなかなかかんと。逆に気になっちゃいそうだねこれね。あらあら、転んでしまいますよ吉野様、そこは私が後日綺麗にしておきますから。過保護か、もうもうそこまですると過保護なのよ。いいから休んでて。そんな気になるか。それじゃあ次は洗濯を。おろおろ、洗剤の場所はご存知ですか？なんでしたら私が。ああ、もう心配しすぎ。さすがに洗濯機で怪我なんてするわけないでしょ。そんなことはありません。まだ回っている中に手を入れて指や腕を怪我する事例もあります。そんな事例どこにあったの？すごいな止まってないところに手突っ込むやついたんだな。そこまで子供じゃないから。うん、だいたいこっちのことは気にせずゆっくりしてって言ってるでしょ。そう言われても落ち着けるはずありませんよ。まあその気持ちは理解できるまあな、普段している仕事を目の前で他の人がやってたらそりゃ気になるよな。てかまこさんもう休日なんだから、このね、まあ友達家にいなくて、まあ最悪そのいろんなところを遊びに行ってもいいわけなんだけどね、やっぱ気になっちゃうんだな。はあ、分かった。もうまこは外に出てて、夕食の準備が整ったら連絡を入れるから、それまでマコは外に出てること。いえ、特に用事もありませんから。ならどこかで遊びに行くとか、せめて自分の家で休むだけでもいいから。うん、とにかくこっちは気にせずにリフレッシュすること。いい？わかった？わかった？わかりました。何なんだろうな、ここまです、ここまでさせるものは何なんだろうな。友武さんに蹴押されて、日立さんは負傷負傷ながらもゆっくりとうなずく。それでは失礼いたします。しょんぼりした様子で肩を落としリビングを去る日立さん。なんか追い出したみたいでちょっと心が痛む。とはいえここにいても全然休めていないのだから仕方ない。あの調子で大丈夫かな。自分の部屋でゆっくりしてれば自然と心も体も慣れるはずです。そうだといいんだけど。妙な気配がすると思えば、おお、マコではないか。天井裏で何をしておるの？天井裏村雨さんにはまあバレバレだったか。シー、どうかお静かに。マーコ、すみません。置いてあったほうきで天井を打ち叩く友武さん。ああ、これが正しい壁ドンというか天井ドンだな。そうだな。高所恐怖症でも天井には登れるんだな。まあ板もあるからか。なんじゃ？一体どうしたのだ？気にするな。大したことじゃないから。おーい、こっちの掃除はだいたい終わったよ。ありがとうございます。それじゃあリビングは俺が掃除しておきますから、安原さんは神社の方に行ってください。すまないね。じゃあ後のことはよろしくお願いするよ。とにかく今の俺たちにできることはなるべく日立さんに心配をかけないことだ。うん、俺たちだけでもやれるぞと。ただいま。お？あら、どうしたの？こんな時間に。お母さん。お母さん。あれまこさんのママ。あれママいんの？なんかさ、こういう家系だからさ、何なんだろう。お母さんお父さんはこうなんか別のところにいて、で、まこさんは一人でこうね、全部いろいろな
責任を持たせるみたいなさ、まあ、実家暮らしじゃなくてなんかちょっとこう離れたところにみたいなね感じなのかなと思ったら、ママ帰ってゆっくり休むように言われた、うん、風邪？それともあなた巫女姫様に何か失礼なことでもしたの？そういうのとは違う、今日は一日お休みもらったの。急にお休みになってしまった。まさか本当にこんなことになるなんて。今日はどうしよう、どうやって時間を過ごせばいいんだろう。私自分のために時間を使うことなんてなかったかも。全くなかったわけではない。早朝や寝る前なんかは私の時間。でもこんな時間からお勤めがないなんて本当に子供の頃以来。ああ、一応子供の頃、ちっちゃい、本当にちっちゃい頃は、そういうのもあったんだ。ずっと訓練と家事の練習をしてきたせいか、どうやって時間を過ごせばいいのかよくわからない。お母さんもでもそんな感じだったんだろうな、多分。その、まこさんのね、お母さんも。どこかに遊びに行こうかとも思ったけど、特に何も思いつかないし。無趣味だ。漫画読めばいいんじゃない？お勤めをしてる方が楽ですね。と今更愚痴ったところで仕方ない。これは吉野様や安治様の希望でもあるのだから。まあそうだね。本当に暇です、うん、とりあえず漫画でも読んでようかな。これさ、まこさんがもしだよ、すごいこういろいろな勤めとかいろんなものがなくなって、で嫁に入ったら誰かのね、嫁に入ったらめちゃめちゃエッチするんだろうな暇だと。趣味がない人がやることって言ったらあれしかないからな。私の時間の使い方なんてそれぐらいしか思いつかない。そういえばこの前届いた新刊をまだ読んでいなかったっけ。届いた、もうガチだなそれ。はあ、この先一体どうなるのか。吸血鬼と人間の禁断の恋。おお、なんか聞いたことあるねそれ。吸血鬼として苦労を重ねてきたところに、初めて吸血鬼ではなく内面を見てくれたのがヒロイン、うん、そしてついに強引に唇を奪われるヒロイン。はあ、キュンキュンします。これは今後も目が離せない、うん、文句なく面白い。何？何？今はそれを楽しめない。集中できずに内容の半分は頭の中からこぼれ落ちていく。大丈夫かな吉野様、怪我とかしてなければいいんですけど。子供じゃないんですから大丈夫だとは思いますけど、それにアリツさんもいるんですから滅多なことにはなっていないはず。気になる、気になるけど電話をかけるのも邪魔になる。やっぱりゆっくりなんてできるわけありませんよ。漫画にも集中できないし、このままだと落ち着かないし。どうする？お風呂入ろう。お風呂だ。なるほど。そしたら少しは気持ちの切り替えができるかも。もうまこさんはなんか迷ったらお風呂なんだな。まあでもやっぱいいよね、お風呂ってゆっくりできて気持ちいいしね。あれ？なんだろう、どうした？掃除機を止め、ちゃぶ台の陰に落ちていたそれは、おう。なんこれ？え？なんかすごいロゴがあんな。これ何？ん？うさぎ？これなんだろう？財布か？俺のじゃない。どうも女物っぽいな。友竹さん。はい、何ですか？財布が落ちてたんだけど、友竹さんの？いえ、私ではありません。これは多分マコのお財布だと思います。おお、帰る時に落としていったのかな。教えてあげた方がいいよね。そうですね、探しているかもしれません。ちょっと電話してみます。これ電話したらすぐ来るだろう。携帯を取り出し番号を呼び出す友竹さん。しかし反応はなさそうだ。出ませんね。とりあえずメールはしておきます。俺届けてくるよ。
どの道夕飯の買い物に行くところだったから。わかりました。すみませんがよろしくお願いします。ついでにちゃんとリフレッシュしてるかどうかも確認してくる。もしリフレッシュしてなかったらベッドにくくりつけてあげてください。もうそれ逆にリフレッシュできないね。了解了解じゃねえよ。そうして俺は掃除を再開。くまなく綺麗にしてから夕食の買い物に出た。確かここの角だったよな。どうしようかな。もうちょい見る？もうちょい見るか。40分いっちゃうけど。記憶を頼りに角を曲がり、奥の奥まで進んでいく。そして突き当たりにある端っこの家が日立さんの家。お、早速俺は家のブザーを鳴らしてなんかセキュリティに引っかかったのかなと思ったけど、あ、ブザーね。はーい。お、お母さん。お待たせしました。どちら様でしょうか。まこさんの彼氏になるものです。俺こう言ったらどうなるんだろう。殺されんのかな。出てきたのはおそらく日立さんのお母さんだろう。面持ちがどことなく似てる。そしてかなりの美人だ。だろうな。もう吉野さんのお母さんも美人で、まこさんのお母さんもね。はじめまして。俺じゃなくて、私は有地正臣と言います。日立まこさんはいらっしゃいますか。まこですか。もしかしてお友達ですか。あ、いえ、そもそも有地さんってもしかして村雨丸の。ああ、はい、そうです。まあ、まあまあ、わざわざこんなところに足をお運びいただいて、うん、ありがとうございます。ちょっとごめん、まあ、もうお母さんルート行こうかな。ダメか。まあそれ人妻ルートないわな。まず人妻を取ろうってダメだからな。いや、そんな、こちらこそいつもお世話になっております。あまりに仰々しい態度で思わず俺も頭を下げてしまった。あの、それよりもまこさんは。あの子は今はちょっと取り込み中でして。ああ、0721かな。うん、それはないな。そうですか。取り込み中ってことは何か作業をしてるってことだ。それならちゃんとリフレッシュしてくれてるのかも。ですがすぐに済みますから。おお、ぜひ上がって待っていてください。済みます。大した用件じゃないんです。忘れ物を届けに来ただけですから。そうおっしゃらずに。ここまで来てもらっておいて何のお構いもできなかったら怒られてしまいます。誰に。よろしければ部屋でお待ちください。まこさんにってこと。それとも何か下級の要件が終わりですか。そこまで急ぎのものはありませんが。でしたらぜひ。じいちゃんの時もそうだけど、大人に仕立てで来られると基本的に断りづらいな。まあな。まあ夕食まで時間はある。1時間ぐらいなら遅くなってもなんとかなるだろう。それじゃあ少しだけお邪魔します。はい、ありがとうございます。あ、めっちゃなんかこう元子さんみたいな感じなんだろうな。こちらでお待ちください。いいんですかここで。まこもすぐに参りますので。これここまこさんの部屋だよね。大丈夫。そんな。じゃあちょっと待って、今回はこれ以上ちょっと入ると長くなっちゃうからここでやめておこうか。いやー来ちゃったね、ついに。くんかくんかすんなよ。次回はまこさんの家に入った正臣くん、どんな表情、どんな反応するのか。じゃあ表情はわかんないか。お楽しみに。バイバイ。